津波浅神社は、大阪府大東市中街地にある神社。式内社で、旧社格は豪社。言い伝えによると古くは、出雲大社と同体で10月7日に大祭をしていたという。創建の詳細は定かではないが、平安時代の縁起式神明朝にはすでに記載されており、大東市内で唯一の式内社である。佐々郡から和歌郡に至るまで、 数十家村の宇治港を抱えていた。1873年に、笹原郡内11家村の合社になり、1907年9月には、寺川の大谷神社、竜巻の竜巻神社、深野の座間神社の三社が合祀されたこともあった。現在は、中外市のうぶすな神である。この神社がある地域は昔河内湾が存在し、それが、河内方、河内こと、 淀川や大和川などの土砂の流入によって縮小していくことで徐々に集落等が作られていったが、なおも深海地や深野池など大きな池として存在が残った。この神社の西はそうした池の水辺であったとされ、当初は大国種名ではなく別の水難余けの水神を祀った神社だったという説があり、現在の社名は渚浜。 須浜から転じたのではないかと推測されている。ちなみにこの、渚浜という地名は、大東市において知りうる最古の地名である。境内には、合計11基の灯籠があるが、1830年製の、境内入口道路は道しるべを兼ねたもので、近くの東高野街道筋から移したものである。ありがとうございます。